お母さんでしょ。ダメ、走っちゃ。何があったかわからないけど、子供を危険な目に遭わせてまで逃げなくていいよ。私鬼じゃないんだから。結構優しいんだよ、こう見えて。わ、北海道といえば牧場、牧場といえば牛、牛といえば霜降りステーキって、ミルクに話が全然いかないじゃないの。ごめん、全然面白くないね。あ、受けた。北海道ではこういうの受けんだ。よし、メモったか。あ、また受けた。じゃあ事情を説明してもらおうか。で、これ刑事の取り調べ風なんだけど、ダメ。怪我なんて嘘、全部嘘。あなたを利用したの、ごめんなさい。今大事な時期だから、この子のために仲居の仕事をお休みしたかったの。なんだ、そっか。うん、そういうことなら利用されても仕方ないな。水に流そう。ごめんなさい。でもちょっと理解できないんだ。どうしておかみさんやみんなに話して休み取らせてもらわなかったの？おかみさんはもちろん分かってくれるだろうし、他のみんなだってそりゃ口は悪いし癖はあるけど、そういうことだったら力貸してくれそうじゃない？この子の父親って2ヶ月前までここで板前として働いてたの。でも仕入れのお金を盗んで逃げたの。でもね、それには事情があるの。お母さんの病気のためにお金が必要だったの。ちゃんと返すつもりでいるの。私は彼を信じてる。だから彼のもとへ行って子供が産みたい。でもそれはおかみさんを裏切ることになる。私ね、18の時からずっとここで働いてきたの。幼い頃に両親を亡くした私にとって、おかみさんは本当の母親のような存在なの。だからおかみさんだけは裏切らないの。私どうしたらいいか分かんない。ここを辞めて彼のもとへ行って子供を産みたい。でもそれはおかみさんやみんなを裏切ることになる。だからどうしたらいいかわからないってことね。どうしようか。例えばこういうのどう？別の理由でここ辞めんのよ。え？何か別の理由でここを辞めて自由の身となるの。そしたらその後あなたがどこで誰とくっつこうが、誰の子供を産もうが、それはおかみさんや他のみんなを裏切ることにならないんじゃない？そっか。まあ、ちょっと姑息なやり方だけど、子供のためなら仕方ないよね。でもどうやってここを辞めるの？私が追い出してあげる。あなたが？そう。うるさいわね！あんたなんか出る幕ないって言っただけ。何よ、あんたなんかそんなこと言われたくないわよ。私がここで何年働いてきたと思ってるな。キャリアなんて関係ないの。大切なのは腕だけ。腕は明らかに私の方が上だもんね。そんな細い腕で何ができるの。ちょっとあんたたち何やってんのよ。混んでてください。これは二人の問題ですから。あおさん大丈夫ですから。私がこんな子に負けるはずないですからね。私だって負けるわけないもんね。何よ、何に自信あんの？自信あるわよ。じゃあ来なさいよ、来なさいよ。何よ、来なさいよ。じゃあやる。仕事は遊びじゃないんだ。
もちろん遊びじゃありません。食うか食われるかの真剣勝負です。あんたいい加減にしなさいよ。ジグサさん、あなた勝負に負けたらここを辞めることになるのよ。いいの？はい、その覚悟はできています。じゃあおやりなさい。おかみさん、おかみさん、ちぐささんはずっとここでおかみさんを母親のように慕って働いてきたんですよ。それをこんなどこの馬の骨ともわからないようなのと勝負させるなんて。本人の意思なんだからしょうがないでしょ。でもちぐささん、その体で勝負になるの？それなんですけど、こういう形にしました。今日私が担当する全てのお客様にご満足いただけたら私の勝ち、もし一人でもご満足いただけなかったら彼女の勝ち。あなたの担当するお客様は5組だったわね。はい。どうやって判定するのよ、満足してもらったかどうかなんて分かるの？それはお客様の顔を彼女に見てもらって、その判定は私が引き受けます。じゃあ楽しみにしてるわ。どうするの？私の判定ならあなたを簡単に勝ちにできたけど。大丈夫、今日のお客様全員を満足させればいいんでしょ、うん、そんなの仲居の仕事として当然のことよ。任せといて。ん？何？生き生きしてる。え？私なんかよりずっと仲居の仕事が向いてんでしょうね。私お客様を満足させようとか喜ばせようなんてろくに考えたことなかったもの。そんな偉そうなもんじゃないよ。今日頑張るのだってあなたの子供のためなんだから。お願いします。任せといて。じゃあね。なんであんな馬鹿げたことを許したんですか。一人の仲居が全てのお客様を満足させるために頑張るって言ってんだから、それはそれでいいことでしょ。いいことじゃありませんよ。あなたならどうしたの？そのアイデアがないなら人のやることに文句を言う資格はないわ。どうすんですか？お二子仲居としてはなかなかの腕持ってますよ。おかみさんも何考えてんだか。まったく、このままじゃちぐささんクビになっちゃう。それもしょうがないんじゃないんですか。弱肉強食、競争社会ですから。分かったような口聞くんじゃないわよ。だって自分で勝手に勝負するんだから。徹底的に足を引っ張るしかなさそうね。お客様にはご迷惑をかけない範囲でね。手段は選ばないの？ゴミ落としたら拾ってってくださいね。のりこさん、まさか料理に髪の毛入れようなんて考えてねえだろうな。まさか髪の毛なんて。
そんなことした日には俺は黙ってねえよ。そりゃ当然ですよ。イタチを髪の毛なんてねえ。ねえ、のりこさん、糸くず持ってきましたけど。失礼いたします。お待たせいたしました。ボタンエビとイカとサーモンのお刺身になります。うまそうだな。はい、どうぞ。ところで中井さん、はい、名前なんですか？春と申します。春ちゃんっていうのか、はい、名前通り明るくて楽しい子だね。ありがとうございます。はるちゃんの笑顔もいい味付けになってるのかもな。またまたお上手ですね、イタチオ。おにこ、大変よ。あんたのお客様の子供、苦しんでる。しっかりして。ほら、おかみさん。ちょっと見せて。これなら大丈夫。心配ないですよ、おばあちゃん。そうですか。よかった。でも念のため病院連れて行きましょうね。僕おばさんと一緒に病院へ行こうね。はい、葵さん、ゆりさん、はい、後のことお願いね。はい、はい、お客様どうぞご心配なさらないで。お願いします。もう大丈夫ですよ。のりこさん、病院連絡してタクシーを呼んで。はい、おかみさん、さっき大丈夫だって。おばあさん心配させて何の得にもならないでしょ。おかみさん、病院に電話しましたがタクシーは10分くらいかかりそうです。10分なら駐車場まで行った方が早いわね。車待ってくれ。子供連れて駐車場まで行った方が早いかしら。私が行きます。私のお客様ですから。勝負もあるし。そんなの関係ない。だってこれじゃ負けですよ。くだらないこと言ってないよ。渚ちゃん、あんた向こう行ってるぜ。おかみさん、私足にも力にも自信あります。高校の時に砲丸投げと短距離の選手でインターハイにも出たんです。じゃあ頼むわ。はい、はい、行きます。僕大丈夫。しっかりしてね。はい、気合い。はい、行ってきます。じゃあお願いします。はい。お客様が無事でよかったわ。もうおばあちゃんと3人でぐっすりと寝ているようですよ。申し訳ありませんでした。アレルギーのことは予約の時も含めて一度も聞いていない。こっちに落ち度はないよ。でも全てのお客様に満足してもらえなかったですもんね。今日の勝負は無効ですよね。私もそう思います。私も。私の負けです。私は春ちゃんにはかないません。だから私の負けです。そんなこと言ったらあなたここ辞めなきゃいけないのよ。私の負けです。それでいいのね。はい、千草さんには今日限り辞めてもらいます。代わりにハルちゃんには正式に働いてもらいます。どうして？おかみさん、いくらなんでもそんな。だってそういう約束だったじゃないの。よかったの、あれで。うん、計画通りだもの。
ありがとう。でもちょっと悔しい。本当に負けたから。おかみさん、二人とも私の部屋に来て。はい。どうしてこんなバカな芝居をしたりしたの？千草さん、どうして自分の生き方に自信を持たないの？自分で道を決められないの？そんなことで母親になれるの？子供を育てられるの？好きな人がいる。その人のところへ行くからやめさせてくれ。私はあなたがそう言ってくるのを待ってたのよ。あなたが自分で道を選んでくれるって信じてたのよ。はるちゃん、あなたも同じ。こんな形でしかあなたを雇えなかったことが残念よ。あなたたちは誰かに背中を押してもらわなければ何も決められないの。自分で道を選ぶことにも、その道を進むことにも言い訳が必要なの。北海道の冬はとっても厳しいの。そんなふうな甘えた気持ちでは乗り切れないのよ。自分で道を選んで、その道を胸を張って進んでいってほしいの、あなたたちにも。ごめんなさい。おかみさんには迷惑かけたくなかったんです。バカね。自分の子供にだったらどんなに迷惑かけられたって平気なのよ、親っていうのは。あなたももうすぐ分かるでしょうけど。おかみさん。強く生きてちょうだいね。でもどうにもならないほど辛いことがあったら、いつでもここに帰ってらっしゃい。はい。私をこの湯の国屋で働かせてください。私仲居の仕事大好きです。それなのにそういう自分の気持ち殺そう殺そうとしてきました。でもそれは間違いでした。千草さんの代わりに働けるかもしれないって知った時嬉しかったんです。おかみさんのもとで仲居ができることが嬉しかったんです。お願いです、働かせてください。こちらこそよろしくお願いします。
誰？頑張ってってこと。はい、けっぱります。しちゃいました。日本一の温泉地登別温泉で仲居として頑張ります。どうしたんだ。はるちゃんは新しい暮らし見つめて P&G ジャパン30周年 P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。なんかよくわかんねえけど、まあけっぱれ。もちろん。じゃあね。